毎日エミヤさんちの今日のご飯。おい、坊主いるか？邪魔するぜ。誰かと思えばランサーではありませんか。今日は一体何のようですか？ちょうど一仕事終えたところでな。なんかうまいもんでも食わせてくれよ。前から言おうと思ってたけどさ、人んちを定食屋か何かと思ってないか？まあまあ固いこと言うなって。ちゃんと土産だって持ってきてんだ。土産って、これ全部酒じゃないか。俺は未成年だから飲めないぞ。え？そうだっけか？現代っ子はめんどくせえな、おい。はあ、これは全部藤根行きだな。というか、もともと二人で飲む魂胆だったんだろう。何か食べさせてやってもいいけど、藤根はまだ帰ってこないぞ。タイガの姉ちゃんと飲むのはまた今度でいいさ。今日のところは一つうまいもんを頼むぜ。うまいもんね。酒のつまみにはならないと思うが、そばでいいか？どっちかっていうと、そりゃ締めの方だな。でもいいや、任せた。ん？そういや、バイト仲間もそばがどうとか。なあ坊主、そばのブームでも来てんのか？大晦日だからな、今日は。年越しそばといって、大晦日の夜はそばを食べる風習があるんだ。ほう、年末にそばをね。俺たちの暦にはない風習だな。それじゃちょっと待っててくれ。すぐに準備するから。お、適当に一杯やってるぜ。まったく、あなたと来たら愛も変わらずの自由人ですね。まあまあ、そう言いなさんなって。どうだ、騎士王様も一杯やらねえか？私は結構です。へえ、釣れないね。それじゃ仕方ない、ここはテレビでも見ながら。やけに変な番組ばっかだな。これも大晦日だからなのか？酒の相手もいねえし、テレビはつまんねえし。よっしゃ坊主、俺もそば作るの手伝ってやろうか。ケルトの大英雄が大晦日にそば作りか。まあ手伝ってくれるなら歓迎するよ。おう、出番になったら呼んでくれや。つっても細けえことは向いてねえから、単純なもんを頼むわ。
単純な作業か。具材を切る、天ぷらを揚げる、そばを茹でるあたりはどうだ？味付けや材料の計量なんかはこっちでやるから。おう、任された。こっちとら切ったり刺したりはお手のもんだ。火力が足りないってんならそっちも手伝うぜ。いえ、室内での術はどうかと思いますが。お湯沸かすついでに家燃やしてどうすんだよ。分かってるって、ちょっとした冗談だよ。そうは言いますが、最近あなたの真面目な姿を見ていませんね。ははは、そんじゃさっさと作っちまおうぜ。今回のメニューは大晦日の定番、年越しそば。衣サクサク、身がプリッとした大きなエビ天を添えるから食べ応えも十分だと思う。そばつゆの返しは冷暗所や冷蔵庫で 1,2 週間寝かせると味がまろやかになる。働かざる者食うべからずだ。今回ランサーにはこの辺を手伝ってもらうぞ。ランサーがやる気になってるなら俺もフォローするよ。じゃあやってみよう。よし、一丁やるか。まあ頑張ろう。さすがは俺ってな。
すがは俺ってな。一丁、年越しそばの出来上がり。いただきます。料理のコツをつかんだみたいだな。サーヴァントは食事の必要はねえが、うまい飯を食うのはいいもんだな。食った食った、汁まで全部飲んじまった。すっかり体が温まりましたね。揚げたての天ぷらに温かい汁が染みて、いい味出してたな。ええ、同感です。衣が柔らかくなった天ぷらも非常に美味でした。こんなうまいもんが食えるなら毎日が大晦日でもいいぐらいだな。いや、さすがにそれはどうだろう。で、どうだ坊主、俺の料理の腕は。ランサーは簡単な作業しかしていなかったではないですか。美味しくできたのはシローのおかげです。ったく、騎士王様は厳しいね。食ってる時はニコニコしてるのによ。まあ自分で言ってただけあって、包丁さばきはすごかったな。確かにネギの刻み方は見事なものでした。麺類の茹で加減にも心得があるようですね。坊主だけじゃなくセイバーまで褒めてくれるとは。こりゃ明日も雪だな。失礼な。私はいつだって食事に対して真摯でありたいと思っています。それにしてもランサーと一緒に台所に立つなんて、なんか不思議な感じだったな。そうか、まあ俺たちサーヴァントに食事は必要ねえからな。と言ってもだ、必要ないからといって食っちゃいけねえってこともないだろう。それがうまいもんならなおさらな。うまい飯ってのはやっぱりいいもんだ。そういうものなのか。セイバーもライダーも坊主の作る飯をうまそうに食うじゃねえか。それはまあ確かに食事では魔力の補充にはなりませんが、シローの料理は美味しい、それは事実です。フレね、うん、てなわけで今後もちょくちょく寄らせてもらうわ。またうまいもん頼んだぜ坊主。は？決定事項なのかよ。まあいいじゃねえか、払うもんは払うし店でもサービスしてやるって。それに俺が手伝えば坊主も楽ができるわけだ。悪い話じゃないだろう。いや、そういう問題じゃなくて。よし、決まりだな。そんじゃよろしく頼むぜ坊主。人の話を聞けよランサー。
おっす、邪魔するぜ。セイバーが慌てて玄関に行ったから何かと思えばランサーだったのか。ランサーさん、こんにちは。おお、マトウのジョーちゃんも来てたのか。まったく、慌てて損をしました。今日も出迎えご苦労さん、セイバー。ん、別に歓迎して出迎えているわけではありません。マスターを侵入者から守るのはサーバントの役目。魔力を察知して行動に出たまでです。侵入者ってのは玄関から入ってくんのかよ。それあれか、鬼ってやつだな。いや、なんで鬼。鬼なら魔力というよりも邪気という方がしっくりきそうですね。なるほどね。豆はその邪気に有効な呪物ってわけか。いや、この時代もなかなか面白いことやってるじゃねえか。なんだ、どこかで節分の話を聞いてきたのか。おお、よくわかったな坊主。鬼はうちってな。鬼は外だよ。昔からある伝統行事なんだ。そっちのバイト先も飾り付けしてるんじゃないか。そうそう、バイトの休憩時間に恵方巻きってのを差し入れてもらったんだけどよ、あんなに長いと食べづらくないか。こっちの方角向いて黙って食えとか言われるしよ。その後豆まきをするからってんで連れ出されて商店街中を練り歩いてきたんだが。へえ、豆まきまでしてきたのか。すっかりこの町に馴染んでますね。だいたいなんで鬼には豆なんだ。怪物を相手にするならもっと他に何かあるだろう。確かに。シロ、節分とはそもそも何なのですか。そうだな、簡単に説明すると、豆、大豆には国霊が宿ると言われてて。なるほど、国霊か。俺の故郷と似たような考えがこっちにもあるんだな。はい、そうした大豆で邪気の象徴である鬼を退治して一年の無事を祈る行事というのが節分です。実は節分って各季節の始まりの日の前日のことなので、本当は年4回あるんですけど。あ、恵方巻きを食べる文化が定着したのは割と最近で、もともとは西の方の風習だったそうですよ。なるほど、ありがとな嬢ちゃん、いろいろとガテンがいったぜ。なるほど、節分とはとても重要な行事なのですね。シロも何かする予定ですか。ああ、みんなが揃ったら豆まきをやろうと思って豆の用意はしてあるんだ。なんつうか坊主も豆だね。いや、そういうのはいいから。さて、笑いも取ったところで坊主、なんかうまいもん食わせてくれ。ランサー、あなたはただ単にシロの料理が食べたいだけなのでは。まあそれもある。実はおやつにロールケーキを作ろうと思ってたんです。ほら、形もなんだか恵方巻きに似ていますし。おお、ケーキか。甘いものはそんな好きでもないが面白そうだな。じゃ、さくらの提案に乗っかって今日はロールケーキを作ってみるか。よっしゃ、俺も手伝うぜ。ロールケーキとやらを作ってやろうじゃねえか。今回のメニューは恵方巻き風ロールケーキ。色とりどりのフルーツと生クリームをたっぷり使った本格デザートとして仕上げるつもりだ。お菓子作りは計量をきっちりすることと、適切な温度で焼いたり混ぜたりすることが大事なんだ。働かざる者食うべからずだ。今回ランサーにはこの辺を手伝ってもらうぞ。
まずは料理の基本からだな。めんどくさがらずきっちりやってくれ。よし、一丁やるか。ああ、頑張ろう。
次は俺ってな。その調子だ。その調子だ。一丁、節分ロールケーキの出来上がり。いただきます。この味、どうやって作ったんだ？類はあまり食わないんだが、あの上品な甘さはなかなか悪くない。ええ、中のクリームもスポンジもふわふわでとっても美味しかったです。俺も普段はケーキなんて作らないだろ。さくらがいてくれて助かったよ。やっぱりさくらは頼りになる。いえ、とんでもありません。ケーキの模様も可愛らしく仕上がっていて、食べるのが少し惜しかったくらいです。口の周りにクリームつけて言うことかね。ついてないではありませんか。己ランサ、そこに座りなさい。食べてもらえて嬉しいです。皆さんに気に入ってもらえてよかった。それにしても今日はなんだか静かでしたね、ランサーさん。ロールケーキが美味しすぎて声も出なかったのではありませんか。まあそれもあるが、節分に食うもんは無言で食べる決まりがあんだろ。それは恵方巻きを食べる時だけだって。何も言わないから変だとは思ってたんだ。こういう伝統行事のローカルルールっていろいろあってわからなくなりますよね。ははは、なんだそういうことかよ。お行儀よく黙ってて損しちまったぜ。よし、恵方巻きは食ったし、次は豆巻きだな。セイバー、勝負しようぜ。いいでしょう、望むところです。待て待て待て、さっきも言ったように豆巻きは邪気を払うのがメインだからな。豆の弾丸で撃ち合う戦争じゃないから。商店街の豆巻きも平和なものだったろ。それに年齢の数だけ豆を食べるんです、幸せを取り込むために。なんだそういうことは早く言ってくれよ。それじゃさっさと済ませちまおうぜ。甘いのを食ったらちょっと他のものも食いたくなってよ。はいはい、
じゃあ豆を取ってくるから。あのシロ、私たちはいくつ豆を食べればいいのでしょう。え、いや、そう言われてみると確かに。どれだけ食べればいいんでしょう。ちょっと待ってくれ、考えるから。というかこれ豆足りるのか。おい、ボズまだか。シロ、ちょっと待ってくれって。トウサカ、午後はセイバーと買い物に行くんだろう。昼飯はどうするんだ。特にそこまでは考えてなかったわね。だったらうちで食べてから行くか。時間をもらえればすぐに作るけど。そう？じゃあいただいてこうかしら。セイバーもそれでいい？はい、リンが良いのでしたら。なあ、話の途中で悪いんだけどよ、セイバー、カリフォルニアロールって知ってるか。カリフォルニア、いえ聞いたことはありませんが。食べ物の名前なのですか。それが俺もよくわからねえんだよ。なあジョーちゃん、カリフォルニアロールって知ってるか。そりゃまあ知らなくはないけど。あんたどうしたのよいきなり。バイト先の魚屋によく来てくれるおっさんに寿司の好みを聞かれてな。そんで海外の人はやっぱりカリフォルニアロールが好きなのかって言われてよ。しかしそれがどんなもんなのか俺にはさっぱりだな。なるほどね。まあ簡単に言うとアメリカ生まれの巻き寿司ってところかしら。ほう。日本で食べられている寿司とは違うのですか。海を渡ったことでどのような変化が。寿司といえば基本的には魚介類が使われるけど、カリフォルニアロールには魚は使わないことが多いんだ。寿司なのにか。寿司にもいろいろあるもんだな。魚を巻くのではないとすると肉、いえもしやピザ。ピザだというのですか。なあ坊主、俺たちにも分かるようにカリフォルニアロールってのを作っちゃくれねえか。またそういう無茶ぶりを。遠坂は作ったことあるか。食べたことはあるけど、さすがに自分で作るまでは。そういうエミヤ君こそどうなの。まあ俺だって作ったことはない。調べればレシピくらいは出てくるだろうけど。なんだ、やり方はわかるんだな。だったら俺と一緒に作ってみようぜ。
最近やたら俺と料理を作りたがるけど、何かあったのか？あれだ、坊主に教えてもらった料理がよ、家にいる二人のろくでなしに意外と好評でな。それで新しい料理を覚えたいと。まあ平たく言えばそういうことだ。つうわけでよろしくな坊主。そういうことならよし、わかった。シロ、私も何か手伝いましょうか？台所に三人も立つと狭いだろうが、今日は俺に任せておけって。ランサーは無駄に大きいものね。無駄とか言うんじゃねえよありがとう、セイバー。今日のところはランサーに頼んでみる。代わりと言っちゃなんだけど、何かリクエストがあるなら言ってくれ。そうですね、それならばデザートをお願いします。デザートか、了解。ランサーが持ってきた牛乳もあるし、牛乳寒天でも作るか。牛乳寒天、また正体不明な名前が出てきたな。まあ材料を混ぜて冷やすだけだから手軽に作れていいんだよ。少し工夫してやれば春らしいデザートになると思う。おお、それは楽しみです。今回のメニューはカリフォルニアロールと桜牛乳寒天。カリフォルニアロールは太巻き感覚で作れるし、花見に持っていく弁当にも最適だと思う。酢飯を混ぜる時の注意点は、しゃもじで縦に切るようにして米を潰さないことだな。働かざる者を食うべからずだ。今回ランサーにはこの辺を手伝ってもらうぞ。ランサーがやる気になってるなら俺もフォローするよ。じゃあやってみよう。よし、一丁やるか。まあ頑張ろう。その調子だ。
さすがは俺ってな。さすがは俺ってな。その調子だ。一丁、カリフォルニアロールの出来上がり。いただきます。おお、カリフォルニアロール。ランサーはほんとうまそうに食べるよな。もしかして何食べてもそうなんじゃないか。何言ってやがんだ。坊主の飯がまずかったことはねえぞ。そうか、それならいいけど。セイバーと登坂はどうだった。ええ、シロ、見た目も彩りがよくとても美味です。カリフォルニアロールとても気に入りました。普段めったに食べないけど美味しいものね。やったじゃねえか。ジョーちゃんたちに褒めてもらえたなら作った甲斐があったってもんだな。坊主、そうだな。
そのうちまた作るか。しかし、どうしてカリフォルニアロールは日本では流行っていないのでしょう。たとえ寿司文化で育っていたとしても、これもまた良しという方もいると思うのですが。言われてみればそうだな。ここには他の国由来の料理が溢れてるってのに。それだけ寿司という食べ物のありようがこの地に根付いているってことじゃない？私だって生魚を使わないお寿司ってなんか違うなって思っちゃうもの。習慣というものでしょうか。そうね、魚なんてのは世界中で食べられてるけど、どれだけ国際色豊かな魚料理が存在しても生魚をそのまま食べる文化ってのはあまりないの。でもそんな人たちにも寿司を楽しんでほしくて、カリフォルニアロールが生まれたらしいわよ。じゃああれか、魚屋に来たおっさんは俺が寿司が食えないと思って気を使ってたのか。まあそんなところなんじゃない。なるほどな。まあこんなうまいもんを知れたんだから結果オーライってとこだ。あなたは大体結果オーライじゃない。そうですね、カリフォルニアロールを食べる機会を得られてよかった。それにこの牛乳寒天もね、ランサーが手伝うと言わなかったら食べられなかったかもしれないわけだし。はい、とても優しい味わいで色も華やかでまるで桜のようでした。セイバーがデザートをリクエストしてくれたからな。どうせなら春らしいものを作ろうと思って。はい、ありがとうございます。春の日だまりのような胸の温かくなる一品でした。それはちょっと褒めすぎかな。そうだ、このカリフォルニアロールをお弁当にしてみんなでお花見に行くなんていうのはどう？それはいいですね、リン。タイガやサクラ、イリアスフィールも誘って出かけましょうか。お若いのは楽しそうでいいね。何を言っているのですか、ランサ。あなたも行くんですよ。え？俺も数に入ってんのか？何か都合でも悪いのか？あ、いや、構わないぜ。桜を見ながら飲む酒ってのもきっと悪くないだろうさ。毎日エミヤさん家の今日のご飯。